3、はい、鳥の木からお届け札幌ジーンズ館皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはイントロの伊藤若菜さんです。伊藤若菜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤さんって名前なんでところで全部カタカナなんですかこれ？あと、うん、カタカナの方が、うん、あの自覚が良かった割と渋い渋い理由で伊藤若菜カタカナだったんですね、うん、あと、なんかも区別するためにでもあります。あ、はい、まあ伊藤若菜さんでございます。はい、イントロという、まあ、劇団の中では脚本と演出をされていらっしゃいます。はいはい、イントロ何年ぐらいになるんですか？劇団化して3、4年、うん、ユニットから始めてるので、うん、2006年からスタートしてますね、活動自体は。はい、伊藤さん役者はやらないんですか？今は全然やってないです。かつてはやってた。やってました。たまにあの代打お礼みたいな感じで出る時もあるんですけど、もう出ないことにして。ああ、はい、そうなんですね。はい、イントロの伊藤若菜さんでございます。はい、3つのキーワードで早速伺ってまいりましょう。はい、キーワードこちらになります。じゃん、ちゃ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 、ことほぎやります戯曲講座を受けて、はい、自分らしいスタイルで、はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめにことほぎやりますというのは、演劇シーズンでございます。皆さんも夏はたっぷり楽しまれたかと思いますけれども、今日ご紹介するのは演劇シーズン、はい、冬ですね。冬です。冬です。年明け、年明けですね。2014年1月からですね。はい、1月、はい、2014年1月に新春をことほぎ、ことほぎ、はい、その通りでね、はい、これことほぎと言います。ことほぎというお芝居でございます。あの伊藤若菜さん、どんな風にお芝居やるようになったのとか、また後ほど詳しく伺うことにしまして、今日は一つ目で、まずはこのことほぎのお話を聞いていきたいと思うんですけど、はい、これどんなお話なんでしょうか？3人姉妹って言ってるんですけど、うん、3人兄弟との、3人芝居ですね。はい、お姉ちゃん、一番上のお姉ちゃんと、次が真ん中が男の子、はい、男の子、3人目は女の子、うん、女の子、女の3人兄弟なんですけど、うん、真ん中が、うん、あのゲイの男の子の設定でして、うん、3人姉妹の話みたいな風になっておりますそうです。で、その3人姉妹のお正月、はい、元旦の、うん、数時間の話ですね。うん、お父さんを亡くしてしまった、はい、この兄弟が、はい、お父さんが、うん、お餅を喉に詰まらせて死んで、死んじゃっておりまして、それを気に病む長女と、うんうん、あ、お餅は長女が出したの？そうです。はあ、長女が作ったことになってまして、私のせいでお父さんが死んじゃったとというのと、うんうん、そうも言い切れないいろんな理由と、あ、はいはい、っていうのと、うん、次男の、次男は、あ、次男、長男の、あ、長男、はい、真ん中2番目、ね、真ん中2番目の、うん、はい、まあ、ゲイである自分の社会的ないろんなことと今対面していて、うん、彼の、うん、まあこう一歩踏み出したいだっていう話と、はい、3番目女の子が、不倫中で、あら、あら、まあ、これこれもあったっていう、あれ、あの恋愛バカっていう、本当目を覚ませみたいな感じで、あの兄弟に叩かれるんですけど、うるさいみたいな、自由気ままな、自由気ままな三条みたいな、三条、で3人とも、まあ、うん、現状はグズグズしてて、っていう彼らの元旦、うん、お正月、うん、明けましておめでとうがしたいねっていう話ですね。はい、3人の、 あの成長物語みたいな感じなのかな。そうですね、あのどのように、うん、彼らのグズグズしたのを打破していくかというような、うん、
話です。そんなのがあの演劇シーズン冬年明け、はい、ことほぎイントロで見れますのでね、はい、チェックしていただきたいと思います、はい、今の話聞くと結構一筋縄にはいかないこうなんていうんですか、そうですね、その人設定じゃないですか、うんうん、割となんかどうですかね、あの自分の身に降り起こったこととか、うん、そういうことも本にしていくタイプですか？いや全くしないタイプです。全然違う、はい、全然違いますね。自分の身に起こったことはあんまり反映されないですね、うん、割とじゃあお父様が割と普通の家庭に育った感じ、普通のあの、うん、サザエさんちみたいなこういろいろ問題のある家族劇を書いてるんですけど、うんうん、自分自身は、うん、なんか和気あいあいとした家で育って、あのファンの方からは割とそういう今までの本とかを見て、はい、いや結構いろんな火の粉くぐってきたのねとか大変なことあったのねって言われませんか？言われますね。大変な幼少時代を過ごしになったのねとか言われるんですけど、全然違うらしいんです全然違う、のびのびと、サザエさんみたい、サザエさん本を書く人なんか戯曲じゃなくても普通の作家さんなんかでも、はい、あえてなんかこう辛い思いをするためにそういうのをなんかあの突撃レポートじゃないけど潜入ルポとかなんかそういうのをやるぐらい自分に負荷をかけていって書く人もいるじゃないですか。なんかこうそういうのでまあだから幸せにねサザエさんみたいに育った私がその芝居用の本を書くみたいなことにあたって悩んだりしたことはないですか？はありますもちろん、あのこんなに何もない私が何か書けるんだろうかっていうあの傲慢な悩みを持ったこともありましたけれどあ、まあ、でも、うん、逆だからこそ、うん、好き勝手にと言ったらですけど、うん、逆だからこそ、うん、こういろんなことが書けるし、うん、なぜうちはそうならないんだろうっていう観点でも書けるので、あ、うん、そんなことが起きないうちはなぜだっていうところから、こうグツグツした話を構築していくこともできるので、ね、そういうところがあるらしいんです。です。ではそんな話も出てくるかと思いますが、2つ目のキーワードでね、伺っていきたいと思います。はい、2つ目こちらになります。じゃん、はい、